グランデっていう名前で買ったスパーバムだと判明した選抜の個体になります。めちゃめちゃね面白い葉っぱしている。はい、どうもこんにちは、古木です。明けましておめでとうございますということで、本日も植物観察ですね。新年一発目から植物観察を行いたいと思います。で、今回ご登場していただきますのは、私がビカクシダ買ってこれ4、5年目なんですかね、グランデっていう名前で買った、結局スパーバムだと判明したスパーバムさんでございます。スパーバムさんとグランデさんって、まあ、違いがねあると思うんですけど、まあ、その違いをまずねお話ししていければいいなと思います。で、この違いなんですけど、まあ、貯水葉の部分を見てもう分かりにくいんですけど、まあ、すごい玄人の方が見るともう貯水葉の葉脈だとか、まあ、トリコームの付き方だとか、そういったところでグランデとスパーバムっていうのは、はい、分かるそうなんですが、まあ、私はねちょっとそこまで分かんないっていうのはグランデを持ってないんですね。なのでスパーバムっていうこの個体でしかちょっとご説明できないんですけど、できる限りね簡単にご説明させていただきたいと思います。はい、簡単にと言いますと、この見分け方一番わかりやすいのこのね胞子葉が出てきた時に、この胞子のこれですね、この胞子のが一つしかついていない場合はスパーバムになるんですね。グランデの場合はこれがですねもう一個ここら辺にあったりして、という大きな違いがスパーバムとグランデはあります。まあ貯水葉のところはね今ちょっとあんま綺麗じゃないんであれですけども、私のスパーバムは去年の夏外に出していたんですが、ちょっとねやっぱ暑すぎて結構体調をこの人崩してしまったので、今なんとかね復調している感じですね。夏場水辛くなりすぎちゃったんですよ。なのでここの貯水葉がねあんまり綺麗に成長しないで終わっちゃいましたね。ただ今貯水葉はいい感じにね伸びてきてくれましたね。はい、綺麗な貯水葉出来上がりました。で、このグランデとかスパーバム、まあスパーバムでお話しするとよくねポット内でこんぐらいの売られてると思うんですけど、私もこんぐらいの状態でこの子は買いました。で、ちょっとこの辺に写真出しておきますね。はい、こんな感じのスパーバムさんを買いました。で、それがまあ 4,5 年経ってこんな感じなんですよ。もうねやっぱりこれめちゃめちゃ大きくなります。はい、私の手と比較してもね、まあ、サイズ感伝わると思うんですけど、まあ大きいですね。で、これはスノコ板についていて、でスノコはだいたい30センチ幅ぐらいのスノコ板なんですが、もうすっかり覆ってしまって何が何だか分かりません。はい、でこの胞子をあまり見ることないのでしっかり見ていきましょう。この胞子をね、まあ、なかなか出ないんですよ。大きくなってこないと出ないんですけど、大きくなって出たこの胞子をもうめちゃめちゃかっこいいですね。これぞビカクシダっていう感じの胞子をしていて、個人的にねこの胞子はね、うわーもう育てててよかったなこいつっていうのをねもう深々と痛感いたしましたところです。はい、これがねバーバムさんになりますね。まあそろそろねずっとこの板についているので一度付け替えとかしようかなとも思うんですけど、はい、で貯水葉がね時々ね前のめりになったりするんですよ。光量が足りていなかったり、まあ、肥料を大きく与えすぎると貯水葉がね大きくなりすぎて前に倒れてきてしまうこともあるんです。まあ、だからそういった時は、まあ、適宜にねテグスとかでここ引っ張ったりしてあげるのもありなんじゃないかなと思いますね。古いの引っ張ってあげないと新しい貯水葉も倒れ気味に成長してしまうので、ちょっとね矯正してあげるっていうのはね大事な作業なのかなと思います。これ枯れてきた貯水葉ですね。スパーバムさんとかってこの枯れてきた貯水葉が水を欲するとねちょっとね開いたりするんですよ。でも個人的にこの開きすぎるとやっぱ水切れっていうのもあるなと思うので、あちょっと動いてきたぞっていうタイミングでねこの重さをねちょっと持ってあげて、それで水やりしていくとちょうどいいのかなと思います。で、あんまりねこの貯水葉の枯れた貯水葉って、まあ、このねここの部分に水が入りにくくしてるんですよね。こいつってこう丸々じゃないですか。だから水をあげるときはもうこの辺にねこの辺にたっぷりシャワーバーってかけてあげてます。それでもね水を吸うとこの子めちゃめちゃ重くなるので、それで十分なのかなと思いますね。はい、枯れた部分は切らないようにですね、その点だけはね
その点もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、新年一発目の植物観察はこのスパーバムさんでした。大きいっすねやっぱこれね。はい、かっこいいです。もう今年はね、ちょっとこの子改めて力入れてかっこよく育て直したいなと思っているので、やってあげましょう。はい、ということでね、本日はこのファーバンさんの植物観察でした。ご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、明けましておめでとうございます。2回目、おまけです。これね、今私が育てているヒリーなんですけど、ヒリーってすごくいろんな品種があって、ヒリーストームっていうのをね、ご存知の方いると思うんですけど、これはヒリーストームの胞子培養のストームになりますね。その選抜の個体になります。めちゃめちゃね、面白い葉っぱしているので、ちょっとおまけで動画出します。はい、この子ね、買った時はすごく小さくて、ヤフオクでめちゃくちゃ競ったんですけど、まあ、ようやく落とせたんですよね。はい、こんなにね、ちっちゃいのに表現豊かなヒリ、私は知りないんですよ。で、これめちゃめちゃ、これもね、音聞こえるかな、こんなちっちゃいのに硬い、硬くてですね、もうこれからね、どういう胞子葉をこの子は作っていくのか、めちゃめちゃ楽しみなヒリーさんですね。ちなみにこの子も同じくストームの胞子培養の、まあこの子は選抜ではないんですけど、選抜漏れ的な感じですね。あ、抜けた。ただでもこの子はヒリーの中でゲイシャって呼ばれている種類があるんですが、まあ、ゲイシャと非常によく似ているようなねっていうお話で、私の元にやってきたヒリーですね、ちょっと葉っぱ落としてしまったので今こんぐらいしかないんですけど、この葉っぱとこの葉っぱ比べるとめちゃくちゃ違いますよね。ヒリーなんですけど、こんなにも差があるヒリーストームの胞子培養、これはね、もうヒリーには夢があるという言葉、ご存知の方多いと思うんですが、もうよくわかります。このヒリーをね、育てているとね、この子が将来どんな姿になるのか、この胞子葉がもう未知なるの、何流どんどんって感じなんですよね。はい、とってもとっても楽しみですね。いつかね、この子からもね、小株とか吹いていろいろやってみたいなと思うんで、実はこの四角がちょっと面白くて、ただの板に見えるんですが、これ実は裏面がね、こんな感じでめちゃくちゃ小株舞ってますよ状態なんですよ。はい、よいしょ、楽しみですね。このヒリーの胞子培養どうなるんでしょう。ちょっと本編のスパーバムさんよりおまけのこのヒリーさんの方が個人的にはね、将来像がわからないという点ではめちゃめちゃ楽しみになってしまいましたね。楽しみになっておりますね。はい、もちろんスパーバムさんも今回からね、楽しみなんですけど、このヒリーさんがね、今年ですね、まあ去年がね、養生の年でずっと LED とかで室内でね、ぬくぬくと管理していたので、今年はね、結構出来上がってきてるので、しっかりと光に当てて、この表現をね、より豊かにしていきたいなと思っております。本当に硬いんですよね。これドラゴンとか言われているのとはちょっとね、随分とね、表現はね、違うなと感じております。はい、これがね、ヒリー、私の持っている秘蔵庫のヒリーストームの胞子培養選抜ですね。はい、ということでね、改めまして、今年もね、こんな感じでビカクチダ、まあ他植物もね、ちょこちょこと動画にしていきたいのと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。